こんにちは、松本山形田中純です。今日は、企画持ってきてくれたということで、ゆうじさんに企画部用意してもらってます。ゆうじさん、こんにちは。今日の企画は、はい、結構パウル君のフォーク系ってちょっと人気じゃないですか。あ、まあまあまあ。話とか、まあ人気ですね僕は。あ、でもトーク系あれ実は編集でだいぶの、うん、ストーリー、あんま読んでいいから。今回は心に残った言葉ベスト5ですね。はい、あの一言でかかったみたいなあるじゃないですか。どういうことで心に残ったのかみたいなちょっと紹介。ベスト5じゃ収まりきらんけどね。もっとあると。もっとある、本当はもっとある。100でお願いします。100はちょっとないかもしらん。100はさすがにちょっと減らしてもらって5でいきましょう。はい、嘘つきでした。はい、ありがとう。話聞いてないと思われるからやめてくれよ。俺話全然心響いてないやと思われるから。はいはい、なんかの分岐点やったなっていう言葉を覚えてますね。はい、その言葉によってなんか自分のサッカーへの向き合い方とかそういうのが、はいはい、なんか変わった瞬間の言葉が多いですね。ちなみにそれ何なんですか、なんて言葉なんですか、第5位。まあ5位、まあ響いたのはやっぱり僕は今までしゃべるの下手やな、ほんま。おい、しゃべるの下手ちゃうねん、今考えてんねん、どう言おうか。で、まあ言いますよ。はい、第5位はお前そんなドリブルしてたら友達なくすぞです。うん、まあ高3の最初らへんなんですけど、はい、自分よがりのプレーが多くてすごいボールもらったら全部ドリブルするっていうプレースタイルだったんですよ。はい、まあその時にお前ドリブルしすぎやぞとかはよく言われてたんですけど、まあその言い方っすよね、なんかお前そんなんばっかりして友達なくすぞっていう言われ方はしたことなかったんで、お前ドリブルやりすぎやろとかドリブルもっと少なくしろとかは響かなかったんですよね僕には。はい、それを友達なくすぞって言い方された時に、あ、俺チームでプレーしなあかんなって気づいた瞬間っす、それが。その時に気づいたんすか。その時に気づいたっす。もうそれまでは一応別にチームでやってたけど、でも俺が全部やったろっていう。あ、なるほどね。はい、とんだクソ野郎っすね、マジで。例えばっすけど、自分がゴール決めたら嬉しいけど自分が決めんかったらちょっと悔しいみたいな。やっぱりそれは、うん、言い過ぎやけど、まあその通りやねんけどな。そういう言い方されてたことによってチームプレーの大切さってすごい気づけたし、周りがいることで自分が今ドリブルできてんだとか自分がボール持ててんだとか点決めれたのも周りの友達がいるから自分のとこにボールが来るんだぞっていうのを教えてもらった時に、まあ初歩の初歩なんですけど僕にとってはそれめっちゃ響いて、そっからプレーがめちゃめちゃ変わったわけじゃないですけど、気持ち的にチームのためにプレーするっていうのは芽生えた瞬間っす。それが高校時代ってことですよね、言ったら。そうですね、高校の監督から言われたことです。高校の監督から言われたことですね。あ、監督に言われたんですか、友達じゃなくて。え、友達に言われたと思った。え、友達に言われたと思ったんですよ。友達に言われて全然なんかめっちゃ言われまくって友達にちゃいます。普通に友達には甘やかされてた、聞いて聞いて聞いっていう感じでしたけど、監督は基本試合中細かいとこまで言ってくるんですよね。でそうやって監督の声が響き渡ることが多くて、なるほど。でお前友達なくすぞっていう声が響き渡ったんですよ、グラウンド中に。恥ずかしい。だから恥ずかしかったんですよ。めっちゃ恥ずかしいっすか。そこなんです、恥ずかしかったんです。じゃあ次いきますね。第4位はフロンターレの時なんですけど、シュート練習は1本目のシュートで全て決まるって誰が言ってたんですか。小林優選手が言ってて、はいはいはい、シュート練習は何回も何回もシュート打てるけど試合では同じ形で基本1本しかチャンスないっていう。で1本目から集中してないといけないでしょって、試合では 2,3 本目があるから別に外してもええやっていう気持ちで蹴る人は多い。その時ユウさんは別に得点王とか取ってたわけじゃないけど、はいはいはい、もうその頃からそういう意識でやってて試合でもめっちゃ点取ってたし、ストライカーっていう感じのプレースタイルなんで、またフロンターレ入った時はフォワードでストライカーになりたかったんで、その言葉すごい響いて、もう1本目シュート練習の1本目っていうのはすごい意識するようになったっていうのがあります。なるほど、なんかそれめっちゃ深いですね。うん、なんかだから僕もし小学生とかにシュートどうやって上手くなりますかって言われたらそれ答えるようにしてます。ああ、
ー浅い俺も深い人間になりたいもん。でも一応言いますけどね、その時は小林優選手が言ってたんだけどって。あ、言ってるんすか。って言わないと深さなくなるんで、俺が言ったってなると。あ、なるほど、はい、奪わないですね、自分の言葉のように言わない。もし自分が成績残した時には言おうと思いますけど、あんな得点王とか取って言えることや。でも結果その後得点を取ったんで。あ、そう言った時に取ったんすか。言った時は更新していってたって感じですか。もう1本目からマジであの点決める気でよって、もう逆に1本でいいよっていうぐらいよって言われました、うん、めちゃくちゃ深いっすね。そうですね、やっぱ点取ってるからこそそういうのを意識してると思うんですけど、 J トップの得点力ある人間はそういう風に意識してるってことですよね。そうですね、それはすごい感じました。こんな重い言葉よりさらにパウル君響いた言葉があるってことですね。なんか言い方は悪いけどな、別にそんな中これより響いたっていうのはちょっとおかしいねんけど、まあ一応まあ僕の中で残ってるまあ5個の言葉とかにしといてよ。ほんま、まあまあ、で全部響いた中でやっぱそう優劣をつけてるわけじゃなくて、うん、タイミングとかもありますよね。そう、タイミングとあとは自分のプレースタイルと合わせた時にどう感じたかっていうのは。じゃあ3位は相手抜ければ何でもええねんっていう言葉っす。誰が言ってたんですか。これクスカミ純平選手って、ね、めちゃめちゃドリブル上手い人なんですけど。なるほど、ドリブル好きの中では有名な人ですね。乾さんとかも。あ、そうですね、乾選手の憧れな選手。まあ僕がドリブルするきっかけになったのも安がすごいドリブルしてたっていうのは僕あって、その安の試合を見たら絶対クスカミがめちゃめちゃドリブルするんですよ。はあ、だからそれを頭に残ってたんで余計に。あの人半身で受けるのめっちゃうまいんですよ。ボールを受ける時の話ですか。それはボールを受ける時に半身で受けて、その時に相手が飛び込んできたらくるっとターンするし、相手が来なかったら相手の目の前にピタッと止めてターンするんですよ、ね、前向くんですよ。はい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 、はい、だそれがすごくいいっす。うまくて半身の時に意識してることありますって言って、その時に言われたのが相手抜ければ別に何でもええねんって言ってて、別に半身がうまいとか言っても天気回るわけちゃうし、どんだけ下手でも前向いてプレーできてドリブルで相手抜けるんやったら別に半身とかもいらんでって言われて。なるほど、自分の形も大事にした方がいいよっていう、そういう意味を込めて多分言ってくれたんですよ。なんか僕の場合はグンっていくんですよ。クスカミが4回触るとこ僕1回しか僕触らない。なんか分かりますか。はいはいはい、クスカミさんがちょっとまあタッチ数多くてこう華麗なドリブラーな感じやけど、で僕は一歩一歩がでかいんで、その自分の形で抜ければ別に半身なんか別にせんでもいいから自分の持ち味なくすなよとは言われました。なるほど、プロになってきてる段階のパウル君やからのアドバイスですね。これまた小学生とか中学生には多分また違ったアドバイスが来るかもしれないですよ ね、 これは。小学校中学校別に多分ね、プロになる選手だったらドリブル上手いんですよね。まずプロに入るまで自分がこのドリブルで抜けないっていう状況がなかなかない人多いん で僕の場合プロに入ってドリブル止められるようになって、どう僕は相手していくかって考えてた時の言葉だったんで、それですごい気持ち楽になったっていうのはあります。ちょっとじゃあ仕事チェンジするようなきっかけにもなったんですね、それは。そうですね。いやー、やっぱこんなにいい話よりさらに上があるってことですもんね。じゃあ やめーそれやめてくれ。ベスなんか言われんねん、顔この監督とかにも言われそうや。なんで俺の話ベスト5位やねんって言って、あんだけやったのにとか言われたらどうするの。いや全員のことは俺は縦にやっぱパウル君やってきてるじゃないですか。そうっすよ、だから10位までありますけど、100位とかもあるでしょ。ほんまは100位はあるな、ある。じゃあ今から100位しましょうか。100個100位、100位はあのー、100位はどうなんですか、リアルところ。2位、まあ2位というか次、これね同率1位っていうのでもいい。あ、全然ってことはその同じことを1回ずつ言われて合計2回言われたってことですよね。言うたら言われましたし、それは同じとこで言われたんじゃなくて全然別のとこで言われたっていう1位です、どっちも。同じことを言ったんでそれは同率1位でいいですかね。全然大丈夫です。1位2位同率1位いいですか。同率1位はスパークシロです。スパーク、ね、なんかドラゴンボール、はい、多分ドラゴンボールの見過ぎなんでしょうね、この人。
スパークしろって言われてました。え、ドラゴンボールの話してるんですか、いきなり。はい、なんか、なピカチュウの話かな、わからへんけど、10万ボルト的なことかなと思って、わかんないですけど。今のカットしてもらっていい？ちょっと怒られるから。うん、今のなしです、今のなしです。あ、はい、ということで、はい、ということで同率1位なんですけども、スパークしろです。何の話かわかんないですね、全然。ですよね。もう一つ言い方するとしたら、爆発しろって言ってました。はい、爆発しろ。言葉はちょっと違うんですけど、言ってる意味は一緒だったんですよ。っていうのは、まあ僕岐阜の時に大木さんっていう監督の時があったんですけど、はいはいはい、その時にいろんな攻撃の選手にゴール前に行くまでは上手くて、でもそれでも点取れない理由は、そこからもう一個輝かないといけない、もう一回衝撃を加えないと点は決めれないっていう、スパークしろっていう言葉、はい、ゴール前でスパークしろっていう言葉をすごい言われてて、大木さんに。でそれによって僕たちゴールが大なりましたし、ゴールするまでに相手が驚くようなプレーをしなあかんなって思った瞬間でもあったんですよ。はいはいはい。で僕はそれでシーズンのゴールが更新されて、また次2年目更新されて、なるほど、はい、でそれに対して僕もそ、あ、これのおかげでなんていうか点も増えてるなとは思ってたんですよ。はいはいはい。でまあそういう中、シーズンの終わりらへんにデビオ選手が引退して、はい、岐阜の試合見に来るってなったんですよ。はい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 。そんな機会ってなかなかないじゃないですか。まあその試合頑張ろうと思って、その終わりにね、そう、僕どうでしたっていう話をしたんですよ。はいはいはい。その時ガードマンみたいな2人おったけど、はい、フレンドフレンドフレンドって言って、はい、入ったんですけど、まあ、まあ嘘じゃないけど、その試合前にも話してたんで、チームどうでしたっていう話して、はい、通訳してもらって、通訳じゃないわ、その時イタリア語覚えたんでしたわ僕。イタリア語、はい、僕フロンターレの時イタリア語習ってたんですよ。俺セリエ A 行く気満々で、行かれへんのに時間無駄にして、おい、その時は夢見ててん。はい、時間無駄にしたらあかんなと思って、毎週2回行ってて、準備はしてたんですね。もう準備はしてたけど、俺全然覚えてないやんと思って、やっぱり時間経つと忘れるし、当時のイタリア語の先生に電話して聞きました。なんて言ったらいいかみたいな。あ、そうそう、まあ多分イタリア語で話したからこそ覚えてきてくれたんや、じゃあ返したろって、なんかそういう感じになってくれたと思うんですよ。最初煙たい顔してたけど、その時に言われたのが、あなたに足りないのは爆発力っていう、ゴール前での爆発力って言われて、爆発じゃないってことですね、もう。はい。でその爆発っていうのは、ゴール前まではどの選手でもある程度いけるって、そっからもう一個上のステージに行く選手は相手が驚くような爆発を持ってるって言われたんですよ。頭ポンって浮かんだのは、スパークしろっていう言葉。一緒やってなったんですね。一緒やんと思って、俺ちょっと信じてた言葉、あ、これでよかったんやっていう確信した瞬間ですね。まあ、それで J1 で、やるためにはこの気持ち忘れたらあかんなって思ったのと、オファーめっちゃいただいた中で、自分が上に行くためにこの大木さんのサッカーと似てるとこ行きたいなと思って山口に決めたんですよ。場所によって変えなくちゃいけないけど、まあ、ウイングで出た時はスパークしろっていう、そういう言葉頭に置いときながらプレーしないといけないなと感じてます。ここに残ったベスト5、いやすごい、なんかそうそうたるメンバーからの言葉が多いですね。でしょ、だからあの思ったのとちゃうでしょ、もっと変になると思ったでしょ。いやなんかそのしょうもないこと言ってくるやろうなと思ってたんですけ ど、 あ、ないないない、そんなんない。もうあの高校の時にあの風邪ひいて、コーチがあの俺の部屋に見舞いしてくれた時に、俺のあの枕の下に保冷剤入れたるって言って、保冷剤でこれ首冷やせって言われた時に、あの枕の下あの覗いたら、あのやっぱりブーってトランプみたいなあの並んでたとか、そういう話じゃないよ。それ実話なんですか。それ実話で、その後監督にお前赤見てるから水すんねんって大きい声で叫ばれたっていう、その言葉は響いてません。違う意味で響いてるやん、それ。あの目に持ってる方やん、それ。はい、いろんな人がそれによって僕が見てるっていう、あのいう風にあのなりました。ゲイリーガーでした、ありがとうございます。あ、やめや、やめ、それは。え、もうなんかもうそれで親とかめっちゃおったからな、どんだけ恥ずかしいねん。俺ちゃうからな。